皆さんこんにちは、村岡美里です。今回クリーコンフォルトというブランドと私村岡美里でコラボレーションアイテムを出させていただくことになりました。まあ、なぜこのコラボに至ったかと言いますと、もともと私がすごくこのクリーコンフォルトというブランドが大好きでよく着用していたんですが、それを見てクリーコンフォルトの方に声をかけていただいて今回このコラボに至ったというわけなんですけど、今回は特に思いがまた強い部分がありまして、この動画が上がった後何日か後に30代を迎えます。やっぱ女性のね、29から30って結構大きな節目だなと思うんですけど、なんかこのタイミングに再度なんか自分の作りたいものってどんなものだろうって向き合った時に、やっぱり20代の時に好んでいたものってやっぱ華やかでキラキラしてて花のあるものがすごく好きだったんですけど、ここ最近はメイクもファッションもテーマは引き算っていうのがあって、必要最低限のものでより美しく華やかに見せるみたいなことが自分の中でもテーマであったので、あ、今の自分はこういうモードだなっていうこともあり、今回はその思いを商品に詰め込んでおります。この10年後も愛せるお洋服っていうところも自分の中にキーワードとして入れていたので、そういう意味でも年代も幅広い方に選んでいただけるようなものにしたつもりでございます。動画を通して感じていただければなと思っております。お洋服のご紹介に移りたいと思います。はい、それでは1着目はこちらのワンピースです。ワンピースは必ず入れたいということでワンピースを作ってみました。ワンピースを楽しめるっていうのはやっぱり女性の特権でもあると思うので、シンプルなリブのストーンと落ちたワンピースになっております。深めの V にしてみました。すごく品よく女性らしく着れるポイントかなと思いますし、女性らしくいるためにも攻めた深 V にしてみました。このね、シルエットなんですが、ウエストがもうめちゃくちゃ綺麗に仕上がりました。もともとイメージとしてもこういう風にウエストをキュッとくびれたタイトなワンピースを作りたかったんですけど、キュッとくびれたラインになりました。お洋服のこの視覚的効果っていうのがあって、それがこの肩の部分なんですよね。多分見てすごくアクセントになって印象的かなと思うんですけど、この上半身がこう膨らんで全体的にこの X のシルエットになることによって、このクロスする交差するちょうどこの交差する部分が一番細く見えるんですよ。視覚的にこの視覚的効果もあってめちゃくちゃ綺麗に見えます。なんて説明したらいいんだろう、どんなタックが入ってるのって未だによく見てもつまみ方というかどうつまんでるのかが不思議なんですけど、もともとこれぐらいのツンと尖った感じの丸ってパフスリーブにするのも可愛いんですけど、フェミニン寄りになるのが気になる年頃なので、ちょっとここはシャープな感じに見せたくてツンと尖った肩にしました。もう大成功 のポイントでございます。でそれに対して袖はリブになってるんですけど、ここからだいたい15センチぐらいはもっともっと細いリブに切り替えているので、こうピタッと手首周りは腕に張り付くようなデザインになってるので、まあ、手首とかウエストとかちょっと細く見えると女性らしく見える部分っていうのが綺麗にキュッキュッキュッと締まっているので、そういうところもスタイルアップして見えるポイントかなと思っております。ボタンデザインがついてて、そこまで存在感のない同色のボタンにしたんですが、ボタンは飾りボタンになっていて開かないようになっています。っていうのも今回はシルエットをめちゃくちゃ大事にしているので、まあ、このボタンとボタンの間のね、このちょっと開いちゃう隙間とかがあるとやっぱりどうしてもゆるっと見えるので、今回はシルエット重視でボタンは開かないようにしてます。下の3つ目のボタンまでは開くようになっているので、例えばこんな感じでデニムとレイヤードするとき開けていただいたり変化を楽しめるようになっておりますので、こういう風に合わせていただくのもいいかなと思います。でもう一色こちらのグレージュのカラーも、もともとベージュで進行する予定だったんですけど、あまりベージュのカラーを着ないのもあって、なんかもう少しちょっと大人っぽくヌーディーすぎない着やすいカラーにしたいなと思って、ちょっとグレーを混ぜた糸にしてグレージュも作っております。ワンピースタイプで着ると品よく着れるんですけど、デニムを合わせると急にカジュアルな印象にも早変わりしてくれるので、結構いろんなテイストで着たいって方はこのグレージュも個人的にはおすすめです。コートも作りました。ガウンコートになっております。
今回アウターを作るってなった時に絶対にこのあのガウンタイプにしたいなという思いがございまして、冬場でも結構私袖のないノースリのワンピースとかちょっとテロッとした素材のものをこうディナーに着ていくってことも多々あるので、なんかそういう時にアウターがごつすぎるとすっごい違和感があるんですよ。なのでそういう時にインナーダウンを着てこういうガウンタイプのコートっていうのは結構活躍するし、あのモコモコしたシャギーのニットとかそういうものを着たりしたとしても、このガウンタイプならバランスよく包み込んでくれるので、このガウンタイプはすごいもともと好きだったので一択でガウンタイプがいいということでガウンにしました。まずこのウエストのベルト、こういう風に筒になっててロープタイプになってます。なのでこれだけでもちょっとこう 見栄えが新鮮に見えると言いますか、皆さんのご自宅にあるこのクローゼットのアウターとはそれだけでもちょっと印象がかなり変わって見えるのかなと思います。あとはこのね、今まくってる姿もすごいシルエットが綺麗で、私も画面見ながらわー素敵なシルエットって思ってるんですけど、この袖の部分がこういう風にねボタンでちょっと止まるようになってるんですよ。あのキュッて止まる感じじゃなく、下ろそうと思えばストンって降りてくれるんですけど、程よくちょっと押さえてくれて、ボタンもこの2箇所で調節ができるようになってます。私はこの奥の方でちょっとクロスにして止めるのがおすすめなんですけど、このようになっております。このラグランスリーブはインナーがモコモコしててもこのどの位置でも程よく合わせてくれるので、私はこのラグランスリーブ結構アウター選ぶときにこういうのがいいなっていつも選んでるポイントなので、そういうのも盛り込んでみました。後ろにですね、大胆に大きくタックを入れています。でこういうタックを入れることで生地をたっぷり贅沢に使ってる印象になるので、このねアウターってやっぱ高見えするしてなんぼじゃないですか。この高見えするポイントってやっぱ生地とか素材もあるんですけど、アウターに対して生地の量を使っているのかっていうところも私はすごいポイントだったので、たっぷりと生地を使いました。今回2色作ってみたんですけど、もう一色はネイビーでございます。キラキラキラ、ちょっと深めのグレーとネイビーの2色、あえて黒は作りませんでした。あとガウンタイプでねちょっと黒だと強くなるかなっていうのもあって、今回こういうニュートラルなカラーにしてるんですけど、まあねこれも長く着るっていう意味でどちらもトレンドに左右されないカラーを選んだっていうのもあります。で今回全体的にそんなに今年のトレンドカラーがこうで、キーカラーがこうでっていうより長く愛するをテーマにしてるので、こういうね年齢を重ねても着れるような安心感のあるカラーにしてみました。ぜひ皆さんこちらもチェックしていただければと思います。はい、次はこちらでございます。まず、トップスなんですけど、これはねもうこの袖のボリュームがなんといってもめちゃくちゃアクセントになるトップスでございます。着やすさとかシンプルっていうところをテーマに持ってきたんですけど、それはありつつやっぱ華やかさっていうところも表現したいなと思って、もうこれがねまさに表現できたなというトップスなんですけど、あえてシンプルなリブ編みにすることによってこのね袖のボリュームが引き立つようなデザインになっております。で袖だけはちょっと素材がこういう風に変わって不白素材になっています。で色ももうほぼ、そんなに差が出ないようにこうグラデーションで変化する程度のこの微配色のカラーを選んでおります。これは私今黒のパンツで合わせてるんですけど、本当ねデニムと合わせた時の雰囲気もめちゃくちゃ可愛くて、私最近やっぱデニムもすごく好きなのでデニムに合わせた時の華やかさ、ただですね一番おすすめのスタイリングがこのパンツとの合わせということなんですけど、はい、タックパンツでございます。はい、私は今ブラックを着用しております。私身長が156センチっていうこともあって小柄に見られるんですけど、そういう時にもちょっとせめてねスタイルアップだけはしときたい、腰の位置は高く見られたいっていう思いもあり今回このパンツができてるんですけど、まずですね腰の位置を高く見られたいっていう思いはこちらのですねハイウエストにすることによってすっきりと細く見えます。こういう風にねホックを取ってウエストをねこう折り返していただくと、こういう風にね裏側がちょっとネイビーっぽい色になってて、さらにラインがねブルーのラインが入ってます。もうスタイルアップするときってウエストマークベルトとかしたくなると思うんですけど、この折り返しをすることによってその効果が発揮されて、ここもすごくスタイルアップするポイントです。すごく使いやすいカラーが豊富でして、私が着用してるのがグレーなんですけど、あとこういったベージュ
ちょっと柔らかめのベージュとブラックの3色展開にしてみました。やっぱり先ほども言ったようにデニムと合わせるっていうことを考えたので、もうねこのねちょっと見てほしい、ベージュとこのほらデニムの合わせとか絶対可愛いと思いません？こんな感じでちょっと足元あえてスニーカーにしてみたりとか、ベージュにねグレーを持ってくると品よく上品な雰囲気になりますし、このオールグレーになるとちょっとこうトレンド感があるトレンディーな色合わせになります。なんかシルバーアクセとか好きな人はこういうのにシルバーアクセをつけてちょっとモードに決めるのもいいと思いますし、皆さん迷わせちゃうかなと思うんですけど本当に幅広いです。でこのグレーは裏側がこんな感じで微配色になっていて、ラインはねなんとこんなボルドーを入れてみました、ね、ぼやーっとしなくメリハリがつきますし、グラデーションがもう計算し尽くされていて、あとこの袖の色とっていうこのバランスとかもうなかなか自分で探そうと思うと一生出会えないバランスかなとも思うので、この全身オールグレーっていうのも私はおすすめです。なんと今回小物も作りました。私が今つけてるイヤリングなんですけど、これも今回作りました。このねぷっくりとしたフォルムが可愛くて、サイズを最後までずっと悩んでたんですけど、なんか小ぶりのものでもいいかなと思ったんですけど、今回全体的にちょっとシンプルなお洋服が多いのでアクセントになるようなこういうね大ぶりのちょっとぷっくりしたイヤリングにしてみました。ピアスの穴が開いてないのでイヤリングなんですけど、まあ、もちろんピアス派の方もいらっしゃると思いますのでピアスもご用意しております。でイヤリングはウェブストア限定の商品になっておりますので、イヤリング派の方はウェブストアでご購入ください。でお色もゴールドとシルバー、ネジネジで調節するイヤリングは私は耳が痛くなってすごい悲鳴を上げちゃうので、このねパチッて挟むこの範囲が広いやつ、圧が一点に集中しないタイプにしてるのでこれ本当に痛くないので、イヤリング派の方はぜひお買い求めください。本当に痛くないです。実は先ほどから履いてるブーツも作りました。ブーツはあまり迷いがなかったんですけど、足元の好みは昔からそんなに変わってなくて、まあ、今回これからも長く長く愛用するっていうところを考えると、まあ、もう一番私のこれが正解っていうブーツにたどり着きました。このねショートすぎない短すぎない足首が覆われるブーツだったらパンツにもワンピースにも合うので、まずボトムを迷うことがないっていうのが一つポイントなのと、あとはですねこの真ん中にねスーッとシームが入ることによって、まあ、こういうブーツも私何足か持ってるんですけど、やっぱねここがフラットなものよりこうシームが入ってるだけで足の甲からスッと綺麗に見えるんですよね。ヒールはだいたいこれぐらいのヒールが私の中ではもうベストヒールだったので、ピンじゃなくて底をちょっとこう広くするような安定感のあるものにしました。でさらに素材なんですけど、素材はストレッチレザーになってます。はい、まあ、これも私がいろんなブーツを履いた結果結局一番履くのはこれだなと思ったのがこのストレッチタイプ のレザーのブーツなので、もちろん硬いねゴツッとしたものも今まで何足も持ってますし、そういうのも好きなんですけど、やっぱパッと手に取るのはこういうねストレッチ系の足首にこうキュッと沿ってくれるようなブーツが私は手に取ることが多いので今回作りました。でつま先は、まあ、ポインテッドだと結構攻めた感じになるので、ただポインテッドの綺麗さも欲しいということでスクエアにしてちょっと尖らす、もともとこのつま先は1センチぐらい出してたんですけど、ちょっとそれは攻めすぎかなということでつま先をカットしたりとか、いろいろな微調整を経てこの、Bラインのブーツも出ております。はい、そして最後の小物がじゃーん、バッグでーす。キラキラー。インスタでも毎日のように持ってたバッグなんですけど、こういうですねミニボストンバッグも発売することになりました。もうこれぐらいのコロンとした感じなのにこのボストン型になっているので、こんな感じでバコッと入るデザイン仕様になっていて、まず携帯でしょう。で、あと例えば日焼け止め、例えばクッションファンデとワイヤレスイヤホン、リップとこれぐらい入れても、あとねなんかちっちゃい香水とかだったらコロンって入りそうですし、意外と必要最低限なものは入るような広さになってます。はい、4色の展開になってます。じゃーん。
コーディネートに馴染ませるんだったらこういう風なグレーとかね、ブラック、ちょっとアクセントに持っていきたい時はキャメルとか、こういうねバーガンディのカラーも可愛いなと思って、もう迷いに迷って4色作っていいですかっていう風に言って4色作ってもらいました。なんかミニバッグでも高見えするっていうところは意識しながら、こちらのカラーだけがウェブストア限定のカラーになりますので、これを狙ってる方はウェブストアでぜひご購入ください。はい、それでは皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。ウェブストアでの先行販売が8月10日からになっております。で、実はこちら店頭でも取り扱いがあるんですが、9月1日から先行から約1ヶ月後ぐらいなんですけど店頭で発売です。で、9月1日には表参道のシェルター東京に村岡も行きますので、ぜひ皆さん接客させてください。そして実際物を手に取っていただいてご試着もできますし、いろいろね組み合わせとか迷っちゃうなって方はウェブストア限定商品だけウェブストアで買って、実際あとは店頭でとかでもいいですし、ちょっとね店頭はまあウェブストアほど数がないので必ず確実にゲットしたいって方は8月10日のウェブストアでゲットしていただければと思います。はい、ということで皆さん最後まで見ていただきありがとうございました。インスタの方でもたくさん商品の詳細だったりアザーコーデも載せていこうと思いますので、よかったらチェックもよろしくお願いします。それではありがとうございました。